今回の動画ではフィモーラ12で新しくなったクリエイティブリソースを紹介するよ。あなたのクリエイティビティをさらに高めよう。ぜひ最後まで見てね。皆さんこんにちは。ワンダーシュアフィモーラのクロエです。フィモーラ12がリリースされたのは皆さんもうご存知だと思うけど、フィモーラ12ではタイトルや音楽など動画編集に役立つ素材もアップデートされたのに気づいてたかな。まだフィモーラ12をダウンロードしていない方は fimora.wondershare.jp か概要欄のリンクにアクセスしてね。今回はワンクリックでリッチな立体的なテロップを作成できる新機能 3D タイトルと、50万種類の BGM や効果音、そして1000種類以上のビデオテンプレートを紹介するよ。それでは早速始めよう。フィモーラ12で新しく追加された 3D タイトルはタイムラインに直接ドラッグ&ドロップで使えるよ。この新機能 3D タイトルを使えば数分でこんな超クールなオープニングやタイトルを作れちゃう。 3D タイトルをダブルクリックして設定パネルに移動し、フォントやサイズ、3D 素材のテクスチャーを素早く調整することも可能。さらに調整が必要な場合は、一般的なタイトルと同様、コード編集パネルで細かく調整してね。中には背景付きのテンプレートも用意してるよ。背景はそのまま使ってもいいし、タイムライン上でタイトルクリップをダブルクリックし、設定画面でテキストとビデオレイヤーを個別に編集することもできるよ。もう一つ画期的なのは、フィモーラ12には50万種類の BGM と効果音が搭載され、動画編集中に使えるようになったこと。例えば YouTube でのコメント演出やチュートリアル動画などよく使われる定番の効果音。ゲーム動画をよく作る方にはゲーム動画用の効果音が便利だよ。その他、環境音、動物の声、アンビエンスサウンドなどのカテゴリーもあるので、ぜひ試してみて。感想を聞かせてね。あ、それから、新しい音楽オプションもお忘れなく。音楽タブの中には10個以上のカテゴリーがあって、動画のイメージに合わせて音楽を選べるよ。例えば、Vlog やオープニング、ダンス動画などなど。以上、フィモーラ12で私が気に入っているクリエイティブリソースの紹介でした。気に入ってるエフェクト素材や使ってみたい音楽があれば、ぜひコメント欄で教えてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とベルボタンをクリックして、最新の動画情報をお見逃しなく。 Keep Creating! またお会いしましょう。